次の作戦に備えようか。やったぜカイ、見ただろう俺様の実力。ああ、団結力の勝。なんだよ、素直に褒めろっつうの。確かにこの勝利は君のおかげだよラズ。僕の机上の戦略に君の破天荒な行動が推進力を与えてくれたんだ。なんだよ。まあ、あれだ、お前調子に乗るんじゃねえぞ。てめえはまだまだだから、俺やカイ、他の連中を。ああ、そうだな。なぜ、よく。何すんだよ、カイ。まだまだガキ扱い。クロード、おこれは俺がつけていたこの正体の記録だ。その日の記録をつけて情報を整理するんだ。リーダーは常に冷静に。カイ、正体を頼むぞ。その後僕たちは全員でレンジャー課程に挑みました。結果は異例の脱落者なしで全員合格。正体は気候。こうしてクロード隊長率いる精鋭揃いの無双の正体、レンジャー部隊 E 正体が。でもそこからが地獄ですよ。サバイバル訓練ではみんなリタイア寸前で。ラズさんは、俺はカエルを食うくらいなら名誉の死を選ぶ。ああ、生のカエルのあのクニュクニュした顔。とにかくそういういろいろあったのね。私が来る。私は。そういやお前、なんで士官学校なんか入った。あの弱虫クロードが今や負け知る。そうだね。なあ、やっぱレイディの。マジで変わんねえな、お前のそういうとこ。ごめん、ラズ。何に謝ってんだか。しょうがねえな。お前はあんだけはこのクセモノ揃いのいい正体だって隊長としてよくまとめてる。そうか。まだ言う。いいか、お前エリートだってきっとうまくやれるさ。ラズ、ああありがとう。三章、嵐の森林紹介。仲間を紹介する。ノリド・サーリネンだよ。さあ隊長くん、自然の素晴らしさについて。私イーファって言います。いろいろ教えてもらえる。
8月末、作戦開始当初の勢いもそのままに、戦線の拡大により兵員や物資の不足もで、僕たちは作戦の成功を下だよ。ごめん、今手が離せないんだ。ええ、構わないわ。こいつ、勝ったいんだ。実は、敵弾を改造してみようと思って。この。あ、ねえ、聞いてる。改造したいのよ。それで、ハーフェン号の予備のパーツを。どう思う？問題なさそうだ、表面上は。表面上？二人の間に何か深い溝がある、そんな気がする。へえ、そんなもんかね。女の勘ってやつか。私は男だ、忘れるな。忘れちゃいねえが。こんないい尻した野郎がいるか。ね、何しやがる。こっちのセリフだ。ただのスキンシップだろうね。勘違いしてんじゃねえよ。お、なんだなんだ。いいぞ、やれやれ。よかった、これで思う存分改造できるわ。あなたも楽しみに。あら、もう何やってるのかしら。あの二人誰と誰だい。決まってるじゃない、ラズと。ラズと。洗濯物の回収だ。ああ、女性兵はこっちのバッグに入れるんだ。心配するな。よかった。誰がお前の下着なんか欲しがるかよ。わからないぞ。ラズは生粋の変。あれは10歳の頃だったか。ストリップ劇場に忍び込もうとしたぐらいだ。そうそう、思い出した。大人に変装しようとして、入りお仕置きのために大通りにさらされてた時の、あの雑なカツラと厚底ブーツ。しかも期待に耐えられず、扉をくぐる前に卒倒したせいでバレたんだ。そんな理由だったの。おい、お前ら好きかって言ってるが、あれは度胸試しで。はいはい、度胸試しな。大して。ああ、ここにいたのか。今から自分で出しに行くところよ。そうか、安心したよ。なんであなたが安心するのよ。いや、そのみんなが色めき立ってて。あ、そうだ、レディ、着替えは足りてる？ええ、たっぷり持ってきたから。そういえば気になっていた。エディンバラ軍の正規の軍服には。私ここでは敵弾兵だけど、本職は研究者だから。
技術提供してきた実績を買われて将校として着任してるけど、士官学校出てないから指揮権はないし、いわばも。なるほど、それで適当な軍服がなかったわけだ。そういうことだったらって。戦場に出るにはちょっと問題。そう、涼しいし見た目よりレイリーは昔からスカートしか履かなかった。今さらズボンを履けと言って。うらやましかったらクロードもスカートを履いてみれば。うらやましいんじゃな。まったく容赦ねえ女どもだ。僕のは純粋な事故だ。そんな事故なら大歓迎だろ。さぞそんな余裕あるわけないだろ。踏み殺されるかと思った。お互い。どうした？いや、風。なんだ、いつもの風の。1時間後に嵐が来る。お前のそれ、君、このカンカン照りも、急。当たるじゃなくて、どっちでもいいけどよ。どこでそんな。ガキの頃はよく出かけた先で雨に降られてな。気象学とか言うんだっけ。そうだよ。その卑屈な笑いが。ここんとこ見なかったから。クロード、1時間後紹介に出る。ラゼ、君も一緒に。ああラズ、そうだな。これより紹介。紹介を開始する。みんな気をつけて進んでくれ。ここは異常なしか。あと一箇所チェックする。つうか寒いな。真夏といっても夜の。早く帰ってホットコーヒーで。それにしけてないタバコ。タバコは。え、君がタバコ。いや驚いたよ、あれだけ好き。どうしてって、そりゃまあこ。そうか、ここの前線基地なら。ああ、そうだ、それよりさ、ほら俺たち一度だ。はあ、いつものノリで。なんで向かって。ぶっ飛ばしても。気味悪いったらなくて。おかげで2週間入院。ああ謝る。いや
いいんだ。あれがきっかけ。あの頃の僕は死んでいたような。クロード、ジークバルライン。帝国が旧国境線、そこを突破できれば帝都は目と鼻の先。帝国は奪った領土を放棄しても連邦の司令部もジークバルラインが決戦の地。なるほど。おいラズ、何する気だ。決まってるだろう、どうせやり合う相手だ。今のうちに数を減っ、敵はこっちに気づいてねえ。その上この嵐だ。味方は歩兵だけ、装備だって限られてる。弱虫クロードは震えてみてな。オラオラオラくたばラズ。ラズ落ち着け、交代だ。これ以上はバカ言え、こっからが本番だ。君一人の憂さ晴らしでみんなを危険にさらす。いや、気持ちはみんな同じだ。だけど君のいないいい正体が。ああ、しかしこれは当然だ。よし、なら信号弾を。ちょっと待てよ。大丈夫、レイリーのお手製だ。ああ、行くぞ。これよりクロードたヤツがこんなところで死ぬ。救援が来るまで持ちこたえるんだ。みんな行くぞ。援軍が到着するまではおい見ろよクロード、これじゃあ。この雨で木や土もかなり流され。なるほどね、そんなうまい場。よし、これで敵は全オンに来なさい。ここまで迷わずに来ることができたのはラグナ。ラグナ、それにレイリー。もうそんなことより、おっと、不死身のラズ。いや、こいつにバカは風邪を。そうか、なら安心だ。てめえ。